オリジナル武将5人から天下統一を目指すアッキーミロです。はい、続けていきます。今回からいよいよ感触アイテムなどすべてを振り直します。いやー、長かった。ちょっと全員引っ込めるまで結構時間かかっちゃったんですけど、今は輸送してる人とか、まあ正直感触を上げない人以外は全部都市の中に入れたので、ようやく整理整頓できます。で、それが終わったら王老軍、師匠軍攻めていきたいと思います。まあ、このパートではどうだろうな、王老軍に関してはもう1万4000しかないので滅亡までいけるかもしれません。もうここ8000と3000ですからね、たかが知れてますね。師匠軍に関してはまあ10万ぐらいあるので、このパート中はちょっと難しいかもしれませんね。ただもう攻略は同時に展開していこうと考えています。もう海警から王老軍速攻攻め、調査と武領だったかなですね、からももう慶陽霊陵に対して攻めることもやっていきます。ただその前に感触つけていきます。はい、いろいろと感触つけました。ただ文官タイプはちょっとあんまりつけてないですね2万のところ1万のところまでしかつけてないです。で、士気がいっぱい持てる2万、1万8000、1万7000、1万5000、1万4000までは埋めました。ただ1万2000からはちょっともう放置しました。これから仲間になる武将もいると思うので、ちょっとそこをもしかしたら、つけたい時来るかなと思って開けておきました。ちょっと僕個人的になんですけど、一度つけた感触あんま外したくないんですよね。あげるのはいいんですけど。ということで、もし、関羽とか、張飛とか、そこら辺が入ってきた時に、もうマックスを上げる気はないんですけど、ここら辺上げられるようにっていう意味で取って おいてます。はい、ということで、次はアイテムの付与をやっていこうと思います。名品あげますよ。さあ、ここで武力を上げていきましょう。まずは、どうしよう。この残者の剣とかめちゃめちゃ強いですけど、プラス10。アキビロも武力なぁ。唯一売りなんですよね。ただ水攻でしか出せないからっていうので、あまり、こう、直接戦いになることがないんですけど、超たまに一騎打ちになるんですよね。その時に、一応勝てるように武力10は自分のものにしておくか。まず、七星宝刀を差し上げましょう。武力が高いと言ったら誰だ？馬長100ですね。馬長に上げれば107ですよ。力が108だから、だいぶ近い武力にはなるな。どうしよう。でも、大都督、カンネイなんだよな。まあ、昔から頑張ってくれてるし、カンネイにプラス7を上げましょう。七星宝刀を使って頑張って。よし、素晴らしい強さになったはずです。これで106か。てかこれ一回一回アイテム戻るのめんどくさいっすね。なんか連続入力みたいのここにもつけてほしいっすわ。あとは成功の剣、これ曹操が持ってた剣ですよね。プラス5。趙雲いたらあげるとこですけど、残念ながら我が軍にはおりません。106。そうだなぁ。馬長にあげたいとこですけど、まあ、曹操と馬長は、経営の中ですからね、あんまり嬉しくないか、馬長も。じゃあ、曹操のこと大好きな巨長さんにあげましょう。今、敵対してるけど。感謝だ。巨長は統率が低い分、武力で頑張っていただきましょう。はい、大体のアイテムは配り終えました。あとちょっと、馬が2頭あったので、1頭上げようと思います。これは国章かな。ちょっと武力強くてよく戦場に出してるものの、統率がそんな高くないから結構危険な時もあるんですよね。国章あげるよ。お礼申し上げます。あとは寿命延長のアイテムがありましたね。今我が軍の年齢ってどうなんだろう。ちょっと統率で並べた時の年齢が知りたい。個人なのかな。全然若いな。むしろ甲冑どうなんだ。でも甲冑はすげえ長生きしそうですよね。
ローケイさんとか、書くか、書くに渡しといてもいいかもしれないですね。書くって何歳まで生きたんだ。でも絶対校長ほどじゃない気がするな。でも校長の方が年下なんすね。なんかイメージ的に校長の方がすげえおじいちゃんなイメージがあるんで、ちょっと驚きましたわ。よし、とりあえず寿命延長1個各に渡しましょう。各さん、これで長生きしてください。これは片付けない。はい、ということで感触の整理とアイテムの服用は終わりました。あとは習得ですね。どうだろう、最近いっぱい探索はしてたんですけど、なんかもう出してる武将が固有の技を持ちすぎてて、なんかなんとかの書で手に入る書を覚えさせる意義があんまりないんですよね。ちょっと戦場には出すけど、その固有戦法を持ってない人を探して、設置していこうかな。あと誰だったっけな、勝原あたりが投石よく使うけど投石覚えてないとかあったから、そこをやっていきましょうか。ただ勝原結構戦法もう覚えきっちゃってて、減らさないと覚えられなかった気がするんだよな。あ、やっぱりこれってなくせれるのかな。あー、上書きできそうですね。これで足止めとか牽制、牽制とか使わないかな。どうだろう、噴泉とかこっちの方が使わなそうだな。これで投石の書、あ、ありますね。てか勝者の書はないんですね。じゃあ投石に変えておきましょう。そう、これをやると手技経験値もらえるから、使える分はどんどん使った方がいいんですよね。てか命令書が残り2しかねえ、やべえ。いろいろなんかいろいろ設定してるうちに命令が足りなくなってきました。ちょっとこれ次のターンに持ち越しですね。一回決済で提案とか見て、その上で次のターンまたアイテムっていうか戦法を覚えさせていこうと思います。はい、10月下旬になりました。ということで再びこのターン習得いっぱいさせていこうと思います。ただこれ誰に何を覚えさせるとかすっげえ大変なんで、もう僕の方でパパパーっとやっていきます。パパパーっと。はい、ちょっと命令書30あったの13個使って少し戦法覚えさせました。ただ疲れてきました。もう正直そんなに覚えさせることないっすわ。ちょっと船の技の矢嵐とか強襲とかそういうのは、あ、これは使えるなと思ったり、その投石の陣形あるけど投石の戦法覚えてないとか、そういうのには覚えさせたんですけど、もうそれ以上に強い技持ってる人にそんな無理して覚えさせてもしょうがねえわっていうことで、もうやめます。疲れた。はい、ということでオーローグもう攻めていこうと思います。プラス将軍もですね。まずは会計から出陣です。もう馬長と校中とか、まあ、結構職の武将かなを集めておきました。もう一気に行きます。利元も出しちゃうか。馬体、宝刀、万力、秋広も一緒に出すか。秋ミラでも移動させるか。武領にオリジナル武将たちを結構集めてるんですよね。なんで秋ミラちょっと武領に移動させましょう。あとは大丈夫かな。6名か。1,2,3,4,5,6。6名で一気に出陣させます。馬長はどうしよっかな。奉仕でいっかな。そうだな。馬長に、戦車覚えさせるのありかもしれないですね。あんまり敵、兵がないんで、城に引きこもる可能性が高いんですよね。てか、残り兵士が足りねえわ、これ。思ったより兵士がいない。そうですね。抜体は投石で出すからいいとして、王都も投石か。で、バウン力も戦車を覚えさせていいか。こうやって出陣させようとするとこの技欲しいなっていうの出てきますね。利元は連動持ってるから大丈夫だし、甲虫はもともとこの神級があるから大丈夫ですし。よし、馬長とバウン力に戦車覚えさせます。はい。技を覚えさせてきました。で、今回は、ちょっと兵の割り振りを変更しました。さっき兵士最大にしたら、
中途半端に平均的にされちゃったんで、バー長と高中はバックスで、あとはちょっと抑え目にしています。まあ、馬体だけ投石バックスですけど、まあ、あとは角翼とかちょっと舐めた舐めてるって言っていいのかな、角翼でちょっとマスを埋めながら下に進もうかなと思います。正直砲手の速度が多分速すぎて、馬長と高中あと馬運力だけで倒しちゃうんじゃないかなって気がしてるんですよね。まあこれでちょっとやってみましょう。さあ狙いはこちら剣案です。攻撃出陣だ。結構距離ありますからね。兵糧ももうどうしよっかな、輸送開始しようかな。これ兵士だけか、こっちは今こっちか。今京都さんどこを配置してたっけな。運搬おじさんすごい優秀なんすよ。京都さんここじゃねえな、どこに移動させたっけな。ここかな、いや5かな。あ、やっぱり言いました。ちょっと兵糧金ちょっと5万はやりすぎか、4万ぐらいにして、まあ兵士は別にどうでもいいやけど連れてくか。で、まあ、いつもは城を落としてから輸送開始してるんですけど、もう輸送剣案に入れるつもりでここまで持ってっちゃいましょう。進軍行ってくれ。でどんどん落としてって平和になったらもうこの輸送部隊も進めて一気に剣案に入れましょう。そして秋見ろは武領に移動させます。行ってくる。行ってらっしゃい。そして調査からも出陣させます。ただ命令書が4枚しかないんですよね。ちょっと技を覚えさせるね、使いすぎたな4名関内両も女性よろしく出撃させるか。ちょっと一回陣あたりで待機させておきましょうか。といってもあと一人は手法ぐらいしかいないですけどね。さあ問題はどういう陣形で出すかですね。言うて慶応はまだ4万っていう数が多いので、野戦して兵を減らさないとです。ロシュクは魚鱗でいいかな。うん、そうしましょう。女性も魚鱗、ちょっと今回はスピードっていうより防御も高めでいきましょう。馬精よりも鉄壁持ってってほしいな。両毛だけ少佐にするか。さすがに工場兵器ゼロは厳しいんですよね。よし、両毛は少佐で出しましょう。ちょっと工場兵器が命なんで1万5000持たせます。関内はやっぱ奉仕かな。正社を持たせたまま行きましょう。これでいいかな。で次のターンちょっと定法も出しましょう。で一回この陣の周りでどっちから攻めるかな。右から攻めるか左から攻めるか。あ、右から行くか。いやいや、一回もうここに向けましょう。相手がどう出てくるか。これで腕が鳴るぜということで、ちょっと敵の動きを見ていきましょうか。王老軍、師匠軍どう出てくるか。うん、敵は何もしてこないですね。これは平和に進める。まあもっと近づいてからですかね。まだ盲信港に随分謀略仕掛けてくるな。前回も確かやられたんですよね。ああ、ついに逃げられた。あの人どうやっても投与に成功しなかったんですよね。馬長たち海警軍はもうここまで来てますね。早い早い。どうだろう、馬長と高知は先に弓矢倉壊すように指示しておきましょうか。分かった。高知はちょっと出遅れてるな。でも後の4部隊に比べればやっぱ砲手早すぎるわ。馬運力どうしたぐらいですけどバウン力だけ遅れてます。そして相手は角翼で
なんか作ってましたけど戻ってきてますね。まあ所詮3000じゃたかが知れてますけど。そして師匠軍の方は何もしてこず、関根井と女性がもうここまで来てますね。うん、まあ、とりあえずロシュークとリョモが追いつくまではここに待機させておきましょうか。でこのターンはもう、帝鳳も出陣させます。帝鳳も魚鱗でいいかな。で兵法的にはこの3つでいいか。あとは格乱ありますけど微妙だな。魚鱗の8000これで出します。さあ向かってくださいな。出陣する、出陣する。そしてこのターン武良からも出陣です。ただこっちはあんまり、武将がいないんですよね、まあ、国将勝麿、まあ、あんまりつっても長寿もいるか。あとは細かいのが何人かいる感じですね。宝生も出すか。あと、ゴイさんも結構いいからな。ちょっと士気は3000しか持たせられないですけど。玄関さんも出すか。よし。これで行きましょう。なかなかの舞台数だな。で、国将は、西乱で向かわせます。もう2万、フルに持たせます。勝丸は、どうしよっかな。はい、決めました。ちょっと今回は勝者ではなく西乱と投石で出します。まだ4万7000ぐらい確か兵があったので野戦で戦う感じにしていきます。で減ったところ西乱と投石で城一気に落としに行きます。まあメインは超人さんですね。1万5000、あと宝生をちょっと宝円にして一応一緒に出します。この気略獣王でいいのかな。これ混乱しのめとかあるので出てくる部隊に仕掛けてそこを超人にボコボコにしてもらうと。あとゴイさんは激励とかでちょっと援護してもらおうかなと思います。固めの方円です。で玄関はちょっと遠くから弓を放ってもらうとっていう援護をしてもらいましょう。ちょっと不安の残るメンツでもあるんですけど、まあ大丈夫でしょう。で建設で出したいと思います。多分こうすることで敵部隊出してくると思います。どうしようかな。敵の近く。ここら辺にするか。で、接近してくるやつは攻撃です。ゴー。出陣します。出陣してください。では、ちょっと一応、3箇所戦いが見えるように、ここで見ていきます。すいません、技セットしてなかったな。これもったいないな。やっぱ変えます。はい、では改めて、進行していきます。敵が舞台出してくるか。左の方出てきましたね。ただあっちはまだかかるんで、こっち見ていきましょうかと思っても、こっちも弓矢倉の破壊くらいですね。次のターンだな。師匠軍の動きを見る限り、援軍出してきてた感じですね。まあ、とりあえず、馬長と甲冑は、今度はこの陣を壊しに行きましょう。任せろ。あとはみんな一直線に向かってもらうと。で、この慶応に向かってやっぱり出してますね。6000。向き先は関根井隊になってますね。この部隊は関根井隊。うん、全部ここ関根井隊っぽいですね。いいのかい君たち。隙だらけになるよ、霊量が。まあ、来るなら来いやって感じですけど、多分次のターン方向転換していくと思います。お、帝鳳さんももう追いついてきてますね。オッケー、オッケー。どうしよっかな、関根。陣作れるかな、山だから無理かな。待機場、あ、やっぱ無理ですね、ここは。うん。ここの関根でいいのかな。関根が関根を取る。すいません、くだらないこと言って。気を取り直して、ちょっと調査から、旅霊機を出撃させたいと思います。陣形は遂行ですね。目的は特に都市を攻め落とすことではなく、ちょっとこちらサイドから王老軍の負を取っていこうと思います。包囲占領ちょっと狙えるかなーって思ってます。こことここを取れば一気に行ける気がするんですよね。
ということで、まあ、ここ中継してどうなんだろう、左下でも行けんのかな。さすがに方位だからここを行ってからこうじゃないとダメかな。ちょっとこの左から舞台が出てこないか心配な点はあるんですけど、腕が鳴るわ。まあここにたどり着くまでには多分状況が変わってると思うので、その時また様子を見て命令変えたいと思います。で、武陵から出ていた舞台建設で出してましたが、もうこっち向けちゃいましょう。やるとしましょう。超人は一応陣作るままにします。多分城の舞台は超人追い越せないと思うので、超人がこの陣を作ろうとした時に舞台が上に来てれば戦いますし、来てなければもう超人は陣作り終えてから城に向けたいと思います。でこちらにいる舞台関連はもうさすがについちゃうので、もう中継にして極高なのか極栄なのかこっち向かわせます。やってやる。どっちだろうな、極高ですね。これに対してこいつらが観念追ってくるかどうか、ちょっと女性も向けておこうかな。心得た。両毛おろしく定法は観念のところに置いておきましょう。ではちょっと見にくいですが、この画面でターン進行していきたいと思います。どっか戦場になったらそこに画面をちょっと向けさせたいですね。さあどっか出てくるか。いや出てこない。師匠軍慶野の方を守りに行ってますね。ちょっと謀略入んのはいいんだけど、元の画面の位置にちゃんと戻してほしいな。わけわかんないところに戻されるから困る。はい、もう王老軍の陣も破壊し終えましたね。これはもう全員突撃です。オッケーオッケー、余裕でしょう。もう京都さんこっち向けちゃってもさすがにいけないのか。まあいいや。で慶応からは出撃してこないといいのかね。まあ、とりあえず関内に武将配置しておきましょうか。超人はもう陣作り始めてますね。やっぱりまだ後ろの舞台全然追いつけてないです。陣作る頃にようやくたどり着くぐらいですかね。ではこのターン建安の戦いになりそうなんで見ていきましょう。たやすいことです。成功だ。ははは、は準備万端ですよ。やっぱまあ舞台は出てこないですよな、当然そんな余裕はないでしょう。あ、これたどり着いて終わりだな。残念、次のターンです。そして長い年月が経過したため、はあ、君の連合が解散しました。これは各国の動きが気になりますね。まあ、いつも通り我が軍を相手にした曹操軍は兵力が3万1000まで減ってて、孫策軍ももうだいぶ減りましたからね。上の炎章軍がどう出てくるか、20万近くありますからね。平和に溜め込みすぎでしょうこいつら。慶応方面については一応部隊がこっちに迫ってきてるぐらいですね。極光にこっち通過しようとしてるからか、きっとできれば自分たちの陣地から行ってほしいな。境目ここからか、こんな感じで行ってください。これは女性も同じですね。承知。どうしよう、帝鳳ももうたどり着いちゃったな。どう出てくるかが読めないな。敵を引きつけてる間に攻めるか。あ、すごい、もうみんなここまで来てる。ちょっと突っ込ませましょう。かしこまりました。玄関さんも突っ込んで。かしこまった。これで霊領に戻ってくるかどうか。同時展開してるとこういうのが有利になりますね。どうしようこいつ、観念引き続き狙ってんのかな。やっぱ狙ってますね。いや、じゃあ帝鳳さんも、いや帝鳳さんはここら辺に待機させておくか。一応心得た。勝者とかの防衛としてボディーガードしてもらいましょう。
心得ました。こんな感じかな。では懸案の戦い見ていきましょう。馬長、聖者を放ってやろうぜ。くらえ、放て。2600、だいぶすごい。てか甲虫もセットしとけばよかったな。てか超人とかやっぱ撃てないか。近くに敵がいないですね。ロシクの方は、お、敵が一人来てますね。ケンアンは引きこもってますね。これはみんなの総攻撃に耐えられないでしょう。で、師匠軍の方は一人突っ込んできてる人。もう1194しかないっす。帝鳳と女性の二人のコンビネーションの前にボコボコです。てか、緑衣が水耕だけど思った以上に早くねえな。これ、包囲占領する前に落としちゃうわ。てか、まだこいつら下がらないんだ。いいの？もうここまで来てますけどね、皆さん。大丈夫ですか？あなたたち。まあ、関連は変わらず極光に突っ込んでますけど。まあまあ、皆さんがいいのなら、どうぞ、どうぞ突っ込んでください。特に命令を変える必要はないですね。そして、孫策軍、曹操軍に攻めてますね、これ。そうそう、勝敗狙われてるよ。まったく連合切れた途端これかよ、君たち。仲悪いですね。まあ、今のうちにせいぜい頑張ってて、南を制圧したら、一気にもう攻めるんで。もう孫策も曹操も、各将も、そして、これは誰だったっけな。蜂起か。蜂起軍とかも、もう躊躇なく一斉に出してやりますよ、もう。長安、洛陽、巨匠、序南、露光、さらに言えば剣行五からもう、ブーンともう一気に攻めるつもりなんで。南が制圧されるまでの小競り合い、頑張って続けてください。では、引き続きケアの戦い見ていきましょう。甲虫技放って。行ってくれ。あ、蜂起軍と孫策が同盟結びました。技出ないなぁ。聖者だ。くらえ、馬長の聖者。3620。つえ、馬長の聖者。聖者とは思え威力だよ。お、高孫公と炎将軍が同盟結びましたね。次のターンにはもうこれは終わりですね。ふふふ。あ、我が軍、圧倒的じゃないか。師匠軍の方、あ、これもしかして帰ってんじゃないですか。やっぱり国将隊になってます、向き先が。さすがにやべえと自覚したようですね。でももうちょっとでたどり着けそうです。いやー、これはいい感じに進んでるんじゃないでしょうか。てか、なんか帝鳳とか燃えてねえか。あ、帝鳳とこではないけど燃えてますね。どうだろう、ちょっと慶応の兵が全然出てこないな。ここで焦って近づいちゃうと、危ない気がするな。一回ロシク、こっち向かって、こちらの歩を取りましょう。帝鳳も、ちょっとボディーガード役として向かってくれ。任せてくれ、命令かな。旅網はとりあえずここら辺にしておきましょう。女性と関連をしたから、囲むようにしていくうちに、いつか出てくると見ました。では、ケアの戦いラストターン見ていきましょう。お喜びください。士気をガンガン下げてやりますよ。さあ、再び馬長よ、聖者を。と思ったらもうその前に終わりますね。はい、懸案陥落です。懸案を制圧しました。余裕の勝利です。オールを取られちゃいました。解放してあげますよ。この恩は忘れません。忘れないで。捕虜3人か。まあ一応投与しかけてみましょう。はい、全員拒否。じゃあ全員捕虜。新軍勢みんな城に入って。だからそうだ、京都さんももうここに向けましょう。よろしく頼む。お、長子さん仲間入り。あ、ケイクさんやばい。ジョナンとかさんやばい。あー、ダンワイさん。あとは頼む。チンキさん、お亡くなりになりました。おお、巨匠に逸材がいるらしいですね。久々に来たな。
お、新しい年になったからか。あれ？京都さんがいないよ。どこ行っちゃった？帰ってってるー。なんで進軍にしてたのに帰っちゃってるんだい。やってやる。まったく近づけてた意味がないじゃないか。くそー、これ慶安からちょっと出撃できませんね。海警からさらに輸送しておきますか。米だけ。どうしよう。その前に内政でもどうだろう。出撃してる人とは関係ない人ばっかりにしたからな。大丈夫ですね。ただ土地占領が14マスとか多いサイエンさんとかは移動させるか。ちょっと余った人で海警から慶安に米輸送しておきます。そして慶応周りは変わらず出てこないですね。もう極光は取れてますであれば、関内次のとこに向かわせちゃおうかな。本当にいいのかい、何もしなくて。どんどん、どんどん、歩を取っていっちゃうよ。ってか、こっちから行ってほしい、こっちから。なるべく、慶応のエリアに入らないでほしい、関内さん。こんな感じで回り込んで、行っちゃいましょう。任せな。頼むぜ。もう関内だけでいっかな、向こう。ちょっと女性は上のグループと一緒に向かわせましょう。向こうが出てきた時にちょっと危ない。心得た。オッケー。そしてああレールはもう戦いに入ってますね。いいねいいね。相手の援軍間に合ってませんよ。そして決済になんかマークついてますね。イベント揚州制覇。おっしゃー、さらに主義経験値もらえますね。陛下、これで揚州の平定はなりましたね。えべ、まるども学老だった。揚州は長江に守れたしです。血のりを生かすためには水軍が重要になってくるでしょう。水軍を鍛えた上で水難を抑え長江の南北を手にすればこの一帯は安泰と言えます。おう、そなたの言う通りだ。そのあたりもよく考える必要があるな。残念ながらもうそこら辺は全部倒したんでね。そうだ、もう姿勢から水軍取っちゃってもいいな。また大学に戻しましょう。もう水上戦全然してないですからね。よし、ここを外しましょう。水軍育成さよなら。ここで必要なのは体格じゃ。これでレベル10。準備期間10日、次のターンからですね。やるとしましょう。では今回は霊領の戦いを見ていきましょう。このくらいの角度でいいかな。右から来る援軍が間に合うかどうかですね。相手は使者が到着しました。そうそうかして、あ、加工トン返してか。単身で来るとはいい度胸だなって。どうしようかな。拒否。加工園取れたから加工トンも取れると信じる。さあそして連度だ、くらえ。さすがに白に技放てないですよね。間違いない、こっちじゃない。これはあ、いける。今こそ我が忠義を示す時。天変必殺。効果がいまいちわからない。味方防御アップ、敵式ダウン。なるほどね。なんか国将が敵の方に突っ込んでってるんですけど、何をやっとるんじゃお主。セーランでそりゃねえだろ。いやいや、城に行こうぜ。ちょっと超人を師匠に向けましょう。やるとしよう。ゴイさん、あなたは援護役なんですよ。ちょっと突っ込まれても困っちゃうな。同じく向かせましょう。勝丸さん、ちょっとこっち向かってくださいよ。ってか国将もなんだけどさ、あ、攻撃になってるからだ。ムシムシ。勝丸も無視にしておきましょう。玄関さんも城からの弓でえらい目にあってるな。ちょっと離れといて、こっち、こっち行こう。かしこまった。ここに。ちょっとゴイさんもこっち、こっち、やっぱ。
で、法政はこのまま突っ込ませてもいいや。呼びましたか。むしろに対して技放てるかな、法政。足止めと混乱どうなんだろうな。混乱は効くと思うんですけど、城にできるかどうかがちょっとわかんないんで、そこが不安ですね。慶応方面は敵何もしてこないですね、相変わらず。まあちょっと様子を見ましょう。成功だ。おお、提案に水気があったんで、やったら諸葛亮を見つけました。諸葛亮仲間入りです。超優秀なやつがまだ野に埋もれていたか。では引き続き霊陵の戦いを見ていきましょう。法政さん技放てるか。ダメだな、ヒアがでも打てますね。お、ヤナミが何だか主さんを見つけました。よろしく頼む。来てくれました。王穂が超なんだこれ、超読めません。役立ってみせ。仲間入りです。てかいっぱい見つけんな。小僧さん、小僧で合ってんのかな。仲間入り。法隆さん、よろしく。仲間入り。あ、これは捕虜の人だ。ヒアを食らえ霊陵。燃えてる燃えてる。国将全然逃げてくれない。でも国将の統率が上がっていきます。でも結構敵の霊陵かなり減ってますよ。もう5000いくつ。ヒアがいい感じに炸裂しましたね。ゲンガンうまく逃げ延びてくれてるからな。何気に2番のセーランが強いみたいですね。相手そんなに倒せてないぞ。相手も宝衛とか眼光とか核翼っていう攻めの陣形じゃないですからね。唯一ここに出ている金層さんが魚鱗ですけど、もう城に戻ろうとしてますね。超人と戦ってますし、うん、これはほっといても勝てそうですね。ちょっと、ゲンガン、陣の前で待機させておきましょう。無視。わかり申した。で、輸送もちょっとここら辺に待機させておこうかな。進軍。承知。慶応は相変わらず何もしてこないですね。平和そのものです。ちなみに、曹操軍、孫策軍と、がっつり戦ってるみたいですね。でも、どっちが優勢なんだろう。一応曹操軍もここまで来てるんですよね。孫策軍と五分に見せかけて、やっぱ孫策軍の方が有利なのかな。炎翔軍は蜂起軍にめっちゃ攻めてますね。まあ秋見ろ軍に手出してる余裕はお互いなさそうです。そしてなんか決済にイベントマークついてますね。諸葛亮の嫁取り、月英さんですか。光月英の所属勢力が勢力1である。孔明、おるか。今日は、なんだこれ、孔、昌彦でいいのかな、のお宅へ伺おうと思うが、どうかな。これは水郷先生、孔先生のところへですか。わかりました。お供しましょう。孔昌彦、孔明を連れて参ったぞ。おお、水郷に孔明、よくぞ参った。孔先生、お久しぶりです。はて、孔昌彦、娘さんの姿が見えないが、今日もまた例のあれかな。ああ、部屋にこもってよくわからない発明に没頭しておるよ。そんなものより、親としてはそろそろ結婚してほしいのだがな。身だしなみにも気を使ってくれん。やれやれ、相変わらずか。そうだ、結婚といえば、孔明、お前はどうなのだ。お前もいい歳だろう。どうだ、その気があれば、ここにちょうどいい相手がおるぞ。ははあ。お二人は初めから縁談を組むために私をお招きになったのですね。あれ?バレたか。よいぞよいぞ。どうだろう孔明、娘は変わり者ではあるが、その際はお前といい勝負のはずだ。きっとお前も気に入ると思うのだが。ほう、そのような才気あふれる娘さんがいらっしゃるのですか。それはお目にかかってみたいですね。おう、それでは呼んで参ろう。しばし待たれよ。ほれ、娘を連れてまいったぞ。おや?ふふふ、これは面白い。からくり仕掛けの木造人形ですね。ほっほっほ、自分の代わりにからくり人形をよこすとはな。いつの間に娘の主婦生かにも困ったものだ。すぐに本人を連れてまいる。待たせたな。こちらが正真正銘、私の娘だ。
高城彦の娘で月江と申します。以後お見知りおきよ。諸葛亮です。よろしくお願いします。いや、それにしても噂で聞くのとは少し雰囲気が。その噂でしたら私が自分で流したのです。すべては外見や風見ではなく内面を見てくださるお方をお探しするためでした。はははそれはそれは。それにしてもこの人形はよくできていますね。このような精巧なからくり人形は非凡な才を持っていなければ作り上げられないでしょう。まあこのからくりの素晴らしさをご理解いただけるのですね。今歩くことしかできませんが、いずれはお料理も作れるようにしたいんですの。ほう、ならばここの歯車をこう改造してこちらにつければ。ああ、でしたらこちらの部品をこうするのも。よいぞよいぞ、これはお似合いの二人だの。月江、どうだろう。孔明であればお前の結婚相手としてこれ以上ないと思うのだが。ええ、私もそう思っていました。もちろん孔明様がご迷惑でなければですが。迷惑なものですか。私の方こそどうかよろしくお願いします。ほっほっほ、良いぞ良いぞ。209年1月、諸葛亮が孔城彦の娘孔月英と結婚しました。二人の結婚もちゃんとイベントあったんですね。にしても読めない漢字がいっぱいだったな。これは動画編集の時にいろいろ調べないとだ。では引き続き霊陵の戦い見ていきましょう。うまくすればこのターン落とせるかもしれないですね。相手の部隊が城に戻るか戻らないか、それが全てです。お、城陽で武将発見しました。よろしく頼む。シューチンさんですかね。仲間入りです。容疑さん仲間入りです。みんな素直に来てくれんな。お、馬食じゃないですか。来ました。泣いて馬食を切る。お、壁か。はい、半分まで減らしました。そして超人の技がたまりました。くらえ。でもこれは味方と防御アップなのか。でもいいな、防御アップしたいし。で、敵の式ダウン。これのおかげで法政とゴイさんめちゃめちゃ硬くなってんですね。で、こっちじゃない、こっち。ヒヤヒヤヒヤ、打たせてくれ。なんか一騎打ちが来てる。超人 VS 前奏さん、88対73か。これは際どい勝負だな。一応見ていきましょうか。カキーン。お、いいね。いきなり超人さん絶好調。再び相手が悪かったな。そしてヒアだ。ヒア、王政のヒアを離させて、くらえ霊涼。そしてなんか別の方面でも国章との一騎打ちか。こりゃ勝ったでしょ。97対23。これ多分吹っ飛びますよ馬から。さあかっきー。当然でしょ。余裕ですよ国章さん。どうにかどころじゃないよ。私の勝ちです。あー、新鋭さんがお亡くなりになっちゃいました。加工トン脱走。はい、状況的には国章さんが3対1で囲まれて結構危ないんですけどね。代わりに霊涼はもうこっちの勝ちみたいなもんですね。どうした。もう超人とにかくこっち行ってくれ。承知した。もう五位と法政と勝丸で十分っす。こっちは、いや、なんならもう五位も向かってもいいかな。五位さん倒しに行ってくれ。承知。勝丸と法政だけで十分だ。補給ももうちょっと前に進めとこうかな。進軍。分かった。命令で。玄関さんも進軍。かしこまった。ああ、ついについに慶応から出てきました。これはもう上の4部隊。お呼びでしょうか。速攻で向かわせます。任せてくれ。関連にはちょっとお取り役になってもらいましょう。1部隊じゃ危ねえなーこれは。技を放ったとしても耐えられる気がしないぞ。まあでもいい、おとり役として頑張ってもらいましょう。ちょっと懸案の方はまだ残念ながら輸送がたどり着かないので米がないんですよね。出撃できない。とりあえずこの輸送がつき次第も即刻南海に攻めたいと思います。では今回もレールの戦い見ていきましょう。ただ関内の技だけは放ちます。速攻です。
行くぞ艦艇こうだくらえ鈴の音響くところ艦攻破ありってなあるってなドーン9999超強えはい捕虜にしましたね龍さんさん仲間入りお主教さんかな主教さん仲間入り天保丹わかんねえな修正を誓おうはい仲間入りこっちはお残り1938こっちは誰も来てねえか超人の突突が86勝丸の突突が60勝丸が何気に成長してってんなはい霊領陥落でーす国将に気を取られてる間に霊領落としましたこれはもうバッチリ捕まえましたね慶道へご飯前走の3人豊あ、前奏さんだけ来てくれましたあとは捕虜ですで、相手の師匠は混乱中ですねてか足止めを食らってるな素晴らしいこの木に一気に攻めましょうそして補給はもう入れちゃいましょう分かった。ここによしどん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 倒してくれ追撃も許可もうゴイさんもこの眼光に向けましょう追撃も許可心得申したちょゲンガーは一回入れましょうもう危ない北勝まあセーランでもなんとかなるでしょうかしこまりましたそしてこっちはおーちょっと待って旅霊機が城に近づいちゃってるそれはあかんよ旅霊機さんどうしよう敵に突っ込むのもやばいしなここで一回止まっててもらいましょう女性とロシクはもうここまで来てますねカンネイがなんとかこの舞台を倒してくれれば技さえ出せれば意外に一人でも全部倒せる気がするでは今度は慶応の戦いを見ていきましょうカンネイ頼むぜお誰だこれ修正を誓おう頼むに今日でなんだまだ兵法は届かないなヒヤよし行く行ける食らえ女性もヒヤ打てるな食らえお蜂起軍かはいやっぱり蜂起軍滅亡ですそして再び超人の技炸裂今こそ我が忠義を示す時これで再び硬くなりますで画面がなぜかこっちで固定聞いてくださいはい状況としてはもう霊領からの野党超人とかの攻撃で師匠さんももうボッコボコですねあとの舞台も竜度も1900とかすごい少ない数ですしあとはこれなんて読むんだ四季さんですね四季さんがちょっと多いですけどなぜか今露宿隊になってましたね慶應に援護を送ろうとしてるみたいですまあ超人はこのまま狙ってもらいましょうか命令でゴイさんもう師匠を狙っちゃおう攻撃かしこまったこちら国将はこいつ倒したらもう帰ってもらいましょう帰るっていうか正確に言うと城に入ってもらいましょうかやるとしましょうで慶應の方は舞台戻っていきましたねやべえやべえ下に向かったもの上からめっちゃ来てるよって感じで恐れをなして逃げたようです艦内はこっち包囲線路になるんでこのまま向かせちゃおうと思いますここよ両霊機も一緒に向かわせよっかな艦内の報酬もだいぶ早いですからねさすがに追いつけないかな建安に輸送がたどり着いたのでこのターン出撃しますまあもう1部隊あるんですけどね現時点で6万でこれが入れば10万になるのでそうですね。まあ、残りの兵が4500ぐらいしかないので、もう今回は2部隊、いや、1部隊でもいいかな。いや、一応2部隊出しましょうか。1部隊だとさすがになんかあった時に対応できないと思うので。
そうですね、まあ馬長と甲虫の2人に出陣していただきましょう。もう奉仕で速攻スピード重視でいきましょう。兵も1万1000円でいいな。そんなに大量に持っていく必要はなさそうですけど。馬長相変わらず正社つけていきましょう。馬長の正社恐ろしい力でしたからね。まあ合計2万2000円。これで、まあそうだな、まず弓矢倉壊していきましょうか。決定。出陣だ。では引き続き慶応の戦い見ていきましょう。ロシクと女性でダブルヒアしたいですけど、たまらないかなこのターンじゃ。お、なんだ読めない、シューなんとかさん仲間入り。最近読めないやつばっかりで申し訳ないです。お、壁半分ぐらい来ましたね。両毛の統率が85です。お、ヒア打ってないか。壁さらに破壊、これは壁破壊で終わりかな。あ、返してですね。拒否、絶対返しませんよ。あー、火を打つ前に終わっちゃった。次のターンですね。霊寮サイドはまだ師匠、もうほぼ式ないですけど、2だけしか残ってないです。師匠と式、この2人だけですね。式さんはやっぱりまだちょっと体力あり余ってますね。やっぱ国将と超人で倒しましょう。慶応サイドはもうほっときゃ倒してくれそうですね。壁がもう持たないでしょう。で、関内の方になんか2部隊来てますね。追ってきてる感じか。であれば、もう包囲占領多分間に合わないので、こっちに向けようと思います。攻撃だ。関内は技放てますからね。すぐぶっ放してやりましょう。あ、でも奥のやつに使った方がいいかな。あと、旅霊機も、一回この中入れちゃいましょう。任せて。そして、先ほど出撃した馬長とコーチはもうここまで来てますね。弓矢倉破壊するまでは待っていただきましょう。では、引き続き慶応の戦い見ていきましょう。関内、と思ったら先に慶応が落ちちゃいました。慶応制しました。いやー、一気に師匠軍の城を奪えたな。ご飯さん仲間入り。うわ、断られた。達成いたしました。軽道へ仲間入り。そして関内の技、奥にいるやつにこれいける。くらえ。7000一気に減らせないかな。ズドーン来ました。一撃。関内の統率が95になりました。ざまあね。はい。司教さんかな、なんだろう。とりあえず、表にいる部隊は倒しましたね。あともう一部隊だけいますね。混乱してますけど。ご確認ください。はい。これで、霊領、慶応、そして、建安、三都市を落とすことに成功しました。今回は、切りがいいので、ちょっとここでやめたいと思います。次回は、南海、そして、ちょっと遠いですが、甲州を落として、南、完全に制圧したいと思います。そしたら、途中でも言ったんですけど、孫策軍、曹操軍、各将軍、袁紹軍と、もう同時に攻めていきたいと思います。いちいち、一つずつ一つずつ行きません。一気に攻めます。本来は、ちょっとその時までに、なんか曹操にしろ、孫策にしろ、袁紹でもいいんですけど、こう、北を制圧してて、最後のライバルになってくれてないかなと思ってたんですけど、これはならないっすね。どうだろう、今言ってて思いました。なんか一気に攻めるっていう気持ちはあるものの、曹操や孫策をラスボスにしたいんだったら、わざとこの各将の方から攻めて、それから袁紹の方を攻めるっていうのもありっちゃりだけど、いやいや、やべやべ、やっぱいっぺんに攻めます。ということで、今回はこれで終了です。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。動画の配信予定はチャンネルの概要欄と Twitter の固定ツイートに記載しております。よければこちらも参考にしてみてください。 Twitter の URL は動画の説明欄にも記載してあります。それではまた別の動画でお会いしましょう。